カバー曲は、弦が4本の楽器というと、ベースであったりとかウクレレとかいろいろあるんですけれども、その中でも有名なのがバイオリンという楽器がございますね。そのバイオリンの奏者といえば葉加瀬太郎さん。じゃあ葉加瀬太郎さんの情熱大陸をバイオリンではなくウクレレで弾いたらどうなるのかという、実験をしてみましょう。では聴いてください。ウクレレでバイオリンではなくウクレレでですね、情熱大陸という曲です。
ありがとうございます。聴いていただきました、情熱大陸という曲でした。ありがとうございます。そういうわけで、いろいろとこのウクレレ一本という世界を皆さんに楽しんでいただいたわけなんですけど、また鈴木はこのまま、いろんな場所で、ライブをしております。9月は、自分の、企画イベントワンマンライブが梅田のオールウェイズというお店でございます。昼夜2公演となっておりますので、もし9月24日日曜日でございますね、ご予定がお相手お空きの方はですね、ぜひご予約ください。ご予約は SNS 鈴木とても盛んにやっております。お盛んなんですね SNS が。Twitter、Facebook、Instagram 等をやっておりますので、もしよかったらぜひ検索してフォローしてください。つながっていただけるとね嬉しく思います。そして本日のこのステージは ESFM という、場所がラジオ局が企画をしているんですね。京さん、そう、旗がちょっと見えますでしょうか。そう、その ESFM というですね FM 局で鈴木智樹はなんと9月かラジオを持つことになりました。ありがとうございます、ありがとうございます。木曜日の20時半からラジオ毎週生放送で配信しておりますので、ぜひね皆さんまた聞きに来てください。もちろんウクレレの演奏もしておりますのでね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。